礼します。沖縄ラーメンのこの醤油麺が一番しつこくなくて、あっさりしててすごく食べやすいんで、僕はこのラーメンを一押しにしてます。もうほぼこれであと寝かすだけなんで、このぐらいの色がついたら止めるっていう感じですね。うちは豚は一切入れてないです。鶏ガラともみじと、あとたくさんの野菜を、白菜、玉ねぎ、人参、セロリ、あと白ネギ、白ネギの頭などを約8時間煮込みます。沖ノ島ラーメンの特徴っていうのはどんな感じなんですかね、簡単に説明。あご醤油は、醤油、今このチャーシューを炊いた醤油を使ってるんですけれど、貝の出汁の暖流ラーメンと、あとあご出汁の寒流ラーメンには、沖ノ島の藻塩っていう塩を使ってます。野菜をたくさん入れてまろやかにしてるので、あまり角が立たないようなラーメンに仕上げて、私は近海で獲れるトビウオだったり、ヒオウギ貝だったり、もうなるべく島のものを使って味を出しています。沖ノ島近海で獲れた、トビウオなんですけれど、最近はちょっと海温の関係であまり漁獲が少なくなってきてるんで、どんどん値段が上がってきてるんですけれど、もうできる限り、沖ノ島のものが使いたいので、沖ノ島の方でたくさん取れるこのヒオウギ貝をと藻塩で味付けしてるので、麺はうちは替え玉を一つサービスでお出しはしてるんですけれど、その細い麺で茹で上がりの時間をなるべく短くしたいっていうことで、低加水にしてます。麺屋さんの方に、うちのオリジナルで作っていただいて毎日届けていただいてます。日比茶食品さんっていう麺屋さんですね。
待たせしました。トビウオ醤油ラーメンですね。これが最高に美味しいです。こちらのお店では先に、食券を購入して、この紙を渡して、注文するという形になってますので、ぜひ皆さんも行った時には先に食券を買って、注文してください。はい、お願いします。よく来るんですか？よく来ます。もう僕はここの、沖ノ島ラーメンのこの醤油麺が一番、しつこくなくて、あっさりしててすごく食べやすいんで、僕はこのラーメンを一押しにしてます。ここの、チャーシューがとても分厚くて、柔らかいんですね。弾流も食べてみたいと思います。お願いします。
いスパセヤマですあ、すいません。土曜日は、このチャーシュー丼が370円ですけど、平日の月曜日から金曜日までは、お昼は、セットで、20円で、いただけるようになってますので、皆さんセットの方がお得ですので、ぜひ食べてみてください。私が結構釣りとか旅行が好きで、沖ノ島によく行ってたんですけれど、でそちらで知り合った学校の先生とか、一緒の釣り仲間が、沖ノ島どんどん人口が今1万5000人なんですけれど、少子高齢化でどんどん人口が減っていってると。でその中で私がこうラーメンが好きだったので、ラーメンに合う食材がこんなにたくさんあるんだったら、ラーメンを通して沖ノ島をこう有名にしていきたいなということを伝えたところ、沖ノ島の方がすごい協力をしてくださって、でこちら、なぜ岡山かというと、ちょうど岡山駅から八雲で、八雲の出発点なので、ここで沖ノ島がアピールできたら、どんどん足を旅行に行っていただいたりとか、ゆくゆくは移住してくださったりだとか、何か地域社会の貢献ができればなと思いまして。スピチューブを見ている、皆様、今日の撮影、とても良かったです。ぜひ、見られた方は、沖ノ島ラーメン、ぜひぜひ食べに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。